皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カジュアリスンでいる外国人サポーです。今天我们将在主场迎战名古屋金鱼、名古屋グランパス、 J リーグ YBC ルアンカップのプレオフランド第1戦です。カジュアリスル対名古屋グランパス。名古屋ルアンパスと対戦、最近はレソルが全然勝ったことないです。名古屋グランパスといえば、すぐに思い浮かぶ人はウィンガー、日本語はベンヌ・ベンゲル、ベンゲル、日本語多分はベンゲル、アセナの監督、有名な監督、世界中でもすごく有名の人ですね。優しいのイメージですよね、フランス人、ウィンガーは、まずは名古屋で監督として、後でイギリスに行きました。そうですね、相手の選手の中で山岸選手は、今シーズン移籍したばかりの選手です。山岸は、千葉県の柏市出身ですね。そうですね、すごく強いの MF と思います。もう一人は、石橋、今日は出るかどうか分かりません、でもこの二人は私が注目している相手の選手ですね。今シーズンのリーグ戦でホームで、レソルが、名古屋に負けたこと、 そしたら、今日はリベンジしたい。絶対リベンジして。こんにちは。あ、今日はどこから来ましたか？名古屋です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。柏スタジアムは初めてですか？いや、来たことあります。はい、そうですか。いつから名古屋応援してますか？20年くらい前ですね。あ、そうですか。お疲れ様です。あと、今日の試合で注目の選手は誰ですか？ちょっと出るか分かんないですけど、シーハシーさん。あ、はい。あと、勝敗予想もお願いします。まあ、もちろん名古屋から来てるんで、名古屋スコアは、まあ、2対0ぐらいで。ありがとうございます。こんにちは。今日はどこから来ましたか？愛知から。あ、自分は東京からです。あ、はい。あと、日立大は初めてですか？初めてです。自分は3回目です。あ、どうですか？いや、ピッチ近いし、選手の声とか、観客の臨場感も伝わりやすい、いいスタジアムだと思います。 ありがとうございます。あと、今日の試合で注目の選手は誰ですか？注目の選手、東次郎ですね。久保東次郎。はい、自分は榊原京太選手です。はい。あと、勝敗予想もお願いします。13対1で名古屋です。はい、2-0 で名古屋。はい。今日はどこから来ましたか？今日は横浜から来ました。はい、はい、横浜から来ました。はい。立ち台スタジアムは初めてですか？僕は何回か行ったことあります。あ、そうですか。私はグランパスの応援が初めてで。あ、初めてです。連れてきました。来ていただいて。そうですか。無理やり。はい。じゃあ、いつから名古屋応援してますか？2011年で12、3年前ぐらいですね。あ、すごい。はい、もう人生の半分以上。そうですか。半分以上応援してます。はい。出身は名古屋ですか？出身は僕、名古屋の方で、岐阜なんですけど、名古屋すごい近くて。あ、なるほど。私はもうずっと横浜で。あ、なるほど。ちょっと染めようかなっていう、名古屋に染まりに来ました。はい。じゃあ、今日の試合で勝敗予想お願いします。勝敗予想、3-1 名古屋で。はい。初めてなんで、10-0 名古屋で。使えない使えない。でも使えない。そうですね、3-1ぐらいが面白い試合になるのかな。はい、ありがとうございます。希望で。はい。今日はどこから来ましたか？愛知からです。はい、お疲れ様です。日立大は初めてですか？いや、いいえ、そのことないです。だいたい毎年来てます。あ、そうですか。はい、いつから名古屋応援してますか？10年ぐらい前ですかね。あ、そうですか。今日の試合で注目の選手は誰ですか？一応全員ってことで。あ、そうですか。はい、はい。あと、勝敗予想もお願いします。2-0 で。今日の試合で何回目ですか？今日の試合で、まあ、50
回以上。あ、そうですか。はい。まあ、11回。はい、注目の選手は誰ですか。木下豪介選手。はい、小山智也選手です。はい、勝敗予想もお願いします。2対0で柏です。はい、2対1で柏です。はい、あと柏といえばすぐ思い浮かぶ選手は誰ですか。中村浩介。中村ね。クリスティアン。そうですか。はい、こんにちは。こんにちは。あ、いつから柏レイソルを応援してますか。3年前からです。はい、はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか。やっぱり山田選手が復活したので山田選手に期待してます。はい、あと間もなく夏の移籍ウィンドウ、移籍してきてほしい選手は誰ですか。やっぱり多分かなわないと思うんですけど、うん、名古屋のユンカー選手ですね。そうですか。はい、あとヒントに基づいて選手の名前を言ってくださいね。はい、はい、じゃあ今いきます。シュート。シュート、うん、真央、細谷真央。はい、スピード。スピード、島村選手。ドリブル。ドリブルも島村選手。タックル。タックル、うん、細谷真央選手。はい、サッカー IQ。 あー、うん、誰だな、うん、古賀選手、太陽さん。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も、今日もです。今日も、そうですよね。いつから柏レイソルを応援してますか。僕は J1 上がってからです。はい、30年以上ですね。あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。もうだいぶ年取りました。はい、はい、柏レイソルね、強いところは今のレイソルだよね。今のレイソル、今のあの、いやいや、オルンガフランサはあの別なんでだよね。そうね、今のね、お願いします。うん、確かに頑張ってる。みんな頑張ってる。うん、上を目指して頑張ってる。確かに。うん、足りないところは、足りないところね、気迫。気迫だね。そうですね、もう五分五分なんで、やっぱそこですよね。そう、やっぱり、うん、そう、この間も言ったけど、こう削りに行くって言ったら言い方悪いけども、やっぱり相手を圧倒するぐらいのところ、気迫。全試合もそうですもんね、うん、結局は最後はなんか気迫ですもんね。引いちゃダメだよね。そうです、もうやってやるぞっていう気持ちだね、うん、そうです。うん、はい、注目の選手は誰ですか。今日の、今日ね、スタメン見たからな、うん、でも私久しぶりに佐々木、やっぱり、あ、佐々木ね、佐々木さん、やっぱり久しぶり、最近は森田さんだったので、うん、やっぱりそこは、うん、まあキーパーが頑張ればね、0点で負けることはないからね。そうです。プレスは前からなんですけど、やっぱ声出しは後ろからっていうのは大事なんで、うん、やっぱそこはそこで一つ見どころかなって思うんですよね。そうね、僕は熊沢がね、好きで、うん、まあここのとこやっと出てこれるようになって、うん、で今日スタメンっていうところはちょっと楽しみにしてます、うん、はい、うん、最後にチームへ応援一言お願いします。はい、今日勝ってまた次に進めるように頑張ってください。ありがとうございます。絶対勝つぞ。今日でなるべく気持ちよく勝ってて、次ホームで戦えればいいなと思ってます。せーの、勝つぞ名古屋。せーの、柏から世界へ。ありがとうございます。絶対上位に上がって、ルヴァンも取って、天皇杯も全部取るぞ。どうも、柏レイソル。やるしかねえ。いくぞ。はい、サンキューになります。すごい。なかなか決める人いないですか。そうですか。
ありがとうございます。50点素晴らしいよ。
てないっすよ。佐々木、島村、次頑張れ。今日の試合終了しました。1対1で72分、高峰選手のナイスゴールで、素晴らしい。同点に追いついた、うん、高峰選手、今日は、キャプテンですね。うん、キャプテン。さすが。さすが、キャプテンの。名古屋在这个赛季初经历了三连败，三连败之后他们慢慢振作起来，现在在联赛排名第四。嗯、我们卡肖雷收入在经历了两连败之后，今天获得一个平局，希望之后也会越来越好，慢慢振作起来。頑張りましょう。タイトル取りましょう。